はい、そうです、シャドウ、サッシュ2号です。今日はですね、農協本所に来てます。はい。でですね、こちら、はい、12時、朝取りのですね、12時出荷の、農協本所の出荷場に来てますね。あちら見えますかね。これ、一パレがですね、80なんですけど、80、だから、これで4つですね、1、2、3、4。8、4、32と、ここですね。今ちょうどお昼のチャイムが鳴りましたけど、これ5か。はい。で、こっちがですね、M ですね。M。長い。長い M です。で、これが10キロの C 品らしいですね。はい。で、これが袋。私これ2つ持ってきました。はい。一応量としてはですね、増えてない。前日比と同じぐらいだそうですね。で、天気がまた今日も明日も良くないの で寒いので、確実に量が減るというところで、相場が非常に気になりますので、はい、また調べてですね、夕方のですね、動画にですね報告します。はい、本日も頑張りましょう。ちょっと動画遅くなりましたが、はい、じゃあここでこのスペースでやりますね。最初はピヨピヨじゃんけんグー。じゃあまた。はい、本所撮影は一応許可得たんですよ。はい、初めてですよね多分。はい、袋物も多くないし、A品も多くないので、はい、あっちが運送会社ですね、伏見運送。はい、これ農協本所なんですけど、よくお世話になってるのはこっち、プレハブ小屋。これはですね、流通課ですね。園芸流通と園芸ですね。はい、よくここに、油を売ってます。で、一番奥、ここがあの会議室なんですけど、朝取りの会議もここでやりますね。はい、ということです。よし。